Record in Progress。始まりました。ザ・ノイジーズ。よ。ね、一瞬英語で喋ってみようかなっていう気になりましたけど、やめましょう。お届けするのは私です。北山と。パッキー小林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんか英語の YouTube ね。ねえやろうと思ったらね。ねえやっぱり、ちょっと今日話してたんですよ。妻と。ああ、そういうのやったらどうだって話を。例えば物語喋るときに、寝ない子誰だとか言うと、じゃあ英語でなんて言おうとかっていろいろ言ってたんですけど。まあ、間違ってる方が面白いんですよね。いや、そりゃそうでしょうね。だから、フクロウって、なんて言うって言ったら、うちの妻が結構面白いこと言ってたのは、なんか、ジャパニーズハッピーバードって言ったんですけど。あまあまあそうですね。そういうトンチが効いた感じだと面白いですね。で、フクロウの服って、幸福の服なんですか？いやー、ね、フクロウ先生のイメージ、なんかイラストしか頭にはなんか浮かばないですね。漢字のイメージなんですけどね、フクロウって。あー。で、ほら、そういうのたまにあるじゃないですか。あー、フクロウね。はい、なんか、わかりました。うん。1号と思いきや2号になってるパターンもあるみたいな単語あるじゃないですか。あれ、フクロウの城って映画のフクロウがあの字なのかな？フクロウの城？フクロウの城の字がそうや、一文字じゃないですか。一文字ですね。なんかあれじゃないかな。フクロウの城。ああ、そう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 。あれあれ。うん。うん。うん、でも、フクロウは漢字で、やっぱり一文字しかないですよね。じゃないかって気がしましたね。うん。うん、ジャパニーズハッピーバードにならないですよね。やっぱりおかしいですよね。うん。あ、でも幸福の服なのかなって、こう、ね、言われて思ってたから、みたいに思ったんですけどね。うん。違いますね。うん。いや、ゴールデンウィークで語ろうですけど。ねえ。なんかすごいノイジーズ撮ってるじゃないですか。そうですね。もう、よしこれでどんどん行くぞって言ったら、いきなり登録者また踊り場に入りましたから。何もピクリとも動かねえとか言って、まあ、上がることで。一人増えてましたよ。え、本当ですか？本当。だから。けど、俺が見てる時からすると増えてないですよ。ああ、じゃあ僕が見たのが後やっただけ？そう。よしって言って、よしって、大ちゃんやるぞっつって。もう、おーみたいな感じで大ちゃんも。力がないけど、なんか。もっと、あれでしょ？こう、なんかこう、靴べらみたいな。よし、やってこう、ナインハーフ的な感じでやってるんですよ。ナインハーフよりある、ホットショットのナインハーフがいいかな。あ、そうね。パロディの方が穏やかですからね。うん。本ちゃん見たら本ちゃんですからね、あいつらね。いやー、ちょっとね。うん。気狂ってますけど。いや、この間ブルーベルメットって言ってましたけど、改めてチラッと見たら2分ぐらいでもうトゥーマッチでやめましたよ。いかん。これはいかんわ、と思って。うん。こんなに気持ち落ち込むと思わなかったです。ダメだ。先の展開もしてるけど、これダメだと思って。やめましたね。うん。ああいうの見れなくなっちゃいました。うん。どぎついのがね。どぎついの無理ですね。なんか子供が襲われるとかも本当にダメになりましたね。もう私も別に家族いるわけじゃないけど、もうちょっと、なんか、その物語の行きがかり上、女性を恥ずかしめるシーンがあったりするじゃないですか。ありますね。映画とかアニメと、特にアニメ、まあアニメがあれかな、比較的なんかちょっと、あんまりそういうこと予想しないでバーンと出たりすることが。はい。あるけど、もうダメになりましたね。なんか、ダメになりましたね。それが物語の中では、その後ね、まあ異世界もんなんですけど、最近やってるなんか、まあ、もう基本的にコメディとかギャグなんで、ひどいことする代わりにその悪党が、こうやって、ひょうひょうとした主人公が冗談言いながら、バッサバッサともう殺していくみたいな。感じのために、その、性的な表現が結構エグいんですよ。その代わり、コントラストを高める。ひどいことするからひどいことされても仕方ないっていう感じですね。いやーもうダメですね。ゴブリンをやたらと殺すやつも面白いってみんな言うんですけど、ちょっと女性絡みのところは本当に腹渡が煮えくるぐらい気持ちいい嫌悪してるんですよ。なんか私はなんか。え、なんですかそのゴブリンをやるってやつは。ゴブリンを退治するアニメがあったじゃないですか。あったんですよ。もうあれとかすごい人気があって面白いなってみんな言ったんですけど、もう本当に腹の底から軽蔑してるんですよ。なるほど。話は確かにもうひどいことしてるやつらね、チャールズ、もう誰かが言ったけど、まあチャールズ・ブロンソンのね、狼をさらばと同じ構図なんですよ。だからはいはい。ヒャハハハってやるからみんな無罪に殺される、もうどぎつく殺されるってのがあるんですけど、なんか俺の中でアニメーションってちょっとやっぱりまあ何やってもいいんだけど、やっぱりちょっとああいうの座りが悪いなって感じがすごい年取ってから思いますのでね。ああ、うん、実写もひどい、実写もね、本当になんかちょっと最近見ても耐えられないんですけど、なんかアニメはちょっとやっぱりね、なんか表現の自由だとかいろいろ言うことが最近増えてきてるじゃないですか。うん、すごくギャーって噛みついてくる人に対して、はい、なんか反論する人がいるんですけど。だけどアニメに関してはやっぱりちょっとね、なんかやっぱ手塚さんには申し訳ないけど、ああいうことをやるべきなのかなって最近ちょっと、うん、ね、なんかちょっと思いますね、アニメはね。どぎついですね。まあまあ、もう、うん、そういうとこからやっぱ離れたくなっていきますよね。うん、まあ、だからこれはもう、僕の背景にいるバンドが、ローディーっていうバンドなんですけどね。ええ。こう見た目悪いやつらじゃないですか。うん。うん、どう考えてもそうですね。有名な曲で、ハードロックハレルヤっていう曲があるんですけど、はい、クラスでね、もう浮いてるような子がいるわけですよ。うん、こう、あんまり馴染めないみたいな感じなんですけど、うん、PV 見るとね、それが、なんかいきなりこう、みんなが化け物にブワーって変わってって、自分の聴いてるローディの世界と同じ世界になって、みんなでハレルヤーって言って街をカッポするような、そういう部位なんですけど、なんか優しいですよ。こう多少ね、最初ね、ちょっと、しかもそんないじめられてるとかいうくだりでもなく、まあなんとなく学校で浮いてるぐらいの、ライトな感じで始まって、うん、で、自分の聴いてるロディと同じ世界にみんななって、キャーってハレルヤー、ハレルヤーっていうのがね、いいなと思って。で、このバンドは、そこのフィンランドのロックバトルみたいなやつに出たんですよ。うん。で、もともとはどこの国の人たちなんですか、それ。うん、多分フィンランド。じゃあ、自国の、多分自国のコンテストとか出たんですね、うん。に出たと思うんですけど、それで、いろいろね、投票でこう勝ち上がっていくわけですよ。うん。まあ言ったらほら、昔だった生かすバンド天国みたいな、ね。はい、はい。古いね。三宅裕司のね。はい、古いな。はい、はい。出て、こう、なんか、評論と変えて上がってくる。で、そこに急にこのいでたちの人たちが出てきたわけですよ。うん、まあ世界中の人はあんまり知らんですよね。うん、まあ僕も知らなかったです。で、その番組やってて、なんかこいつら、この見かけの割にはいい曲やなってなって、投票がどん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 となってって、で、チャンピオンになったんですよ。はい。で、チャンピオンになった記念に、このちっちゃいね、町のところで、ヘルシンキで、こう、凱旋のコンサートやるぞって言って、うん、まあ、フリーライブみたいな感じでね、ローディも調子に乗っちゃって、もともと場所押さえてあるから、みんな来いよって言ったら、はい、もう、ほぼほぼ、その町の人口かっていうぐらい人が来ちゃって。もうやばいです。空撮のヘリみたいにパラララララって言ってるんですけど、もう人でうわーって埋まって、で、そこで、なんか、ハードロックハレルヤを歌ったんですけど、もうなんか何万人いるかちょっとわかんないです。多分15万人とか。すごいね。が、みんな、ロック。ハレルヤーって言ってるんですけど、すごい PV と同じことになったっていう。多分あれ、軍師孔明が後ろについてましたよ。ついて、ああ、パリ孔明だったんですか。そうか、誰かがついて、こうやれって、やったのか。うん、いやいや、なんか、あれですよ、こう、ね、隅っこにいた人たちが、なんか、エクストリーム界にしか入れなかった人たちが、一気にこう、なんか楽しくなった瞬間ですよね。いやー、そういう経験してみたいね、ザ・ノイジーズも。ああ、やってみたいですね。今に思えば、何しっけ、1000回記念のトークが、俺たちにとってそのハレルヤだったんですね。1000回記念 ?1000 回記念は。あ、1000回じゃなくて500回でしたっけ、秋葉原でやったやつって。あれ、何回でしたっけ、あの時すごい人数来ていただきましたよね。あ、席いっぱいでしたよね。ね。うん。なんか俺たち、もうなんか、ちょっとね、大物のスタートラインに立ったなと思ったら、あれが崩壊の序曲だったっていうのね。ああ、メンバーが一人抜け、二人抜け。最後は俺のコナンの寂しい一人語り。まあでもあれじゃないですか、もういろいろとこう、あれですよ、プロレスリングノアみたいに、気がついたら新日本プロレスのレスラーばっかりみたいなね。そういうのも全然ありやと思いますよ。まあまあね、なんかあれ、僕ね、ちょっとプロレスの回がね、最近、田中マソウカッコカリと取れないんで、はい、ちょっとあれなんですけど、忍者マックっていうやつが最近、ノアに上がったんですよ。おー、楽しそうな名前じゃないですか。忍者マックね。うん、で、忍者マックの練習風景っていう動画がピンと上がって、どんなやつかなって言ってバッて見たら、もうすっごい動きしてるんですよ。はい。もうなんか、横に5回転ぐらいしながら、着地してなんか忍者のポーズ取るんですよ。ちゃってやって。なんでこいつと思って、で、テンション上がって、その練習風景だけですけど、テンション上がって、田中マソウのカッコカリにその URL を送ったんですよ。うん。そしたら、彼はもっと調べるんで、北山さん。彼はね、シルク・ド・ソレイユ出身ですよ、とか言って。マジか、忍者マックって。どんなやつなんやってなって。そしたらもう僕も止まんなくなっちゃって。うん、なんかね、YouTube で忍者マックとかって調べたら、海外でやってるね、忍者マックの動画が出てくるわけですよ。うん、もう今のアメリカのインディーズプロレスってすごいなと思うのは、うん、もう協力感が半端ないんですよ。うん、もう仲間同士じゃないとできない世界をやってるっていうか、わかります？忍者マックがその5回転しちゃってやるときは技を受けちゃダメなわけですよ。はい。ね。ぐるぐるぐるって回ったやつを避けないと彼はこれができないわけですから、そうですね、着地が。だから、5回転始めるよって言ったら、なぜか後ずさりして、入れたりちょっとよろめいたりしてね。で、ガーって5回転になったら、そいつがなんかフラフラなりながら避けるわけです。で、忍者マックはそこで、スッと。なるほどね。で、すごいな、こんな予定調和の人になってんの？海外すらはと思いながら、で、忍者マックの初来日をすごい楽しみにしてたわけですよ。で、初来日試合が、その、向こうの団体の3人で争うスリーウェイマッチみたいなので、日本人がいないんですよね。はい。ということは、向こうの僕が YouTube で見たパッケージそのまんまのことが行われるわけですよ。はい。ある意味すごいんですけど、でもそれプロレスリングノアでやる必要あんのかっていうことになるんですよね。だって、誰かノアの人が上がればいいのに、ね、上がんないから。だから予定調和を、もう一回僕は、予習で見たのと全く同じことを見るわけですけど。まあだけど、初めて見る人驚く、おーって盛り上がる。いや、僕も YouTube 見て驚きましたもんね。ね。だから現地行った人はびっくりしたと思うんですよ。もう最後は、忍者マックのね、シューティングスタープラス1回転プラスみたいな。変な、よくわかんない、くる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 回りながら、よくわかんない、バシーンって当たって、で、こう決まるっていうので終わったんですけど、もう、忍者マックはこう、ロープをね、要するに、普通によじ登っていくと、着地点とかも見えない。うん。こうやって登っていくから、ロープのところに。このまま、後ろ回転しながら、さらにひねりを加えて下に落ちていくから、もうね、見てる暇がないわけですよ。で、相手のドラゴンベインっていうやつがいたんですけど、そのドラゴンが、あれやばいぞ、こいつこのまま落下してきたら、失敗するって思ったのか、片で頑張ってその位置まで動いていったんですよ。僕は、大画面で見逃さなかったです。すごい、ドラゴンベインが、うおーってなりながら、その位置まで行って、そして、忍者マックのくる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 って始まったやつを、もう一番痛いところで受けるんです。ポンポン、当然もう動けないんですよ。あんな綺麗な技食らっちゃったら。でもスリーカウント。おい。でも、ちょっとね、予定調和すぎないかと。そこまでやるとさすがにちょっと、ね。いや、すごいんですけどね。まあね。だってもう、肩で動いてる時点で、もう忍者マックの勝利が僕は見えたわけですよ。いや、さすがに客にそこまで予定調和を見せるのは、どうなのっていう。演劇としてもどうなのっていう感じは、しましたよ。まあ、やっぱり、まあ、お客さんを喜ばせる一つのテクニックとして、やっぱり行き着くとこまで行ったってことですね。まあ、それ彼らは言ったんですけどね。でも、その忍者マックが、あれですよ、今度清宮君。若手のね、希望です、うん、清宮君と異次元マッチを行うっていうのは僕は楽しみですね。だそれまでに、あれですよ、受け止めるって訓練をするんです。二人の技のすり合わせを。いや、清宮君はもう、この短時間ではまず無理やと思うんですよね。うん、だから、ある種、忍者マックの本領がここで試されるというか。うん、清宮君多分、くるくる回ってんの分からず突っ込んでくると思うんですよ。あー、くるくる回転をこうやって変に受け止めて、とかやったりとか、そういうことする可能性があると。もしくは、それを迎撃する可能性があるわけです。コピーだとかで、ね。あと、着地点に彼がいないとかね。そう。いや、だから、ある意味、忍者マックももうちょっと、あれですよ、鳥肌立ってきてると思うんですよ。マジかって、試合組まれます。次、清宮です。多分ね、清宮の予定じゃなかったと思うんですよ。もともとが。ところが、その、藤田和幸っていうね、チャンピオンちょっと返上しちゃったんですけど、彼が、コロナで欠場になっちゃったんです。だから、やむを得ず、こう、試合がね、こう、ぐるぐる違うやつにならざるを得なかったっていうか、だから、その、チャンピオン戦も、いきなり、その、清宮が直訴をしだして、僕を、彼の挑戦受けさせてくださいって言い出して、で、ツイッターとかにも、僕がいいと思う人はいいね押してくださいみたいなことを始めて、僕も押しとこう、いいねって。でみんな熱意が伝わりましたって言って、もう本当にあれですよ、リアルタイムで、僕らの願いと何かがリアルシンクロしていって、で、役員がね、やらせようってやったわけですよ。で、結構批判もありました。そんなんでタイトル決まれてどうなのとかね。こんな感じでやらずに藤田さんがね、帰ってくるのを待ってね、暫定王座戦とかにすりゃいいんじゃないですかとかね。いろんな意見やっぱりネットですから。いろいろ彼のツイッターの中でブワーって飛び交ってましたけど、まあ何しろ僕があれ見て面白いなと思ったのは、ああいうその、スピード感ですよね。なんかリアルな感じ、それ予定調和じゃないわけですよ。その、彼がもともと挑戦するはずもなかったし、コロナになりました。じゃあどうする？どれを決めようみたいな。首脳陣もバタバタってなってる中で、僕にしてください！ツイッターとかね。記者会見場にもうたまたまいましたから、そのまま僕にやらせてくださいっていうのは、ちょっとある種、その、あれです。予定調和にない、組み込み方っていうか。で、タイトルマッチ見たんですけど、これがね、僕久々にいいもの見たなって感じでしたね。清宮に負けましたけどね。負けましたけど、まあでも、ね、そこでいきなり挑戦してくださいで買っちゃうのも、まあ、それはそれで面白いかなと思って見てたんですけどね。だって全く、その伏線がないというか、なんやったら今年の清宮君負けっぱなしなんですよ。正月に岡田和親にね、新日本の対抗戦で負けて、で、もうボロ泣きして、で、僕はここから始まりますって言ってたけど、なかなか始まらないんですよ。それが。苦難の年やったわけですよね。それがもうここに立って、いきなり勝つっていうのも、ちょっと僕は面白いなと思ったけど、やっぱりそこはね、さすがに、ちょっと今の壁が強すぎてね、うまくいかなかったわけですけど、でも面白い。その流れから今度、忍者マック。最高ですよ、忍者マック。いやー、もうこの、なんですか、僕は違う震えが、清宮君は、多分、対応しきらないから、こういう試合の楽しみですね。予定調和のその外国人3人であれば、パッケージとしては最高ですよ。見出しても安心できますよ。誰が見ても、あ、いい試合だったねって思いますよ。こういうあれなんですよね。なんか、海外のレスラーといきなり、日本の若手の多少わかんないことするかもしれないが当たった時の、これプロレスファンの見方としての怖さというか、これ成り立つの大丈夫なのっていう。あそこのワクワクね。ワクワク。で、清宮は、僕の見ててくださいって言って、やる気満々。怖いなっていう。忍者マックはね、多分ね、本当はね、忍者マック的にはね、カイトは、なんか、どういうエクスキューズでどうなんだっていうやつをすごいプロとして聞きたいと思うんですけど、とにかく清宮は海外の経験も、まあ、特にあまりないですし、全然エクスキューズに対して答えてないと思うんです。もうこの短期間ですから。やりますって言って、楽しみにしててくださいしかないですから。とりあえず僕の新しいプロレスの形を見てくださいってやるから、この噛み合わなさはもうちょっと、最高ですよ。いやー、まあまたいつやるんですか？これ、私がね、さっきね、ツイッターに上がってきてね、たんですけど、いつだ、ちょっとわかんない。わかんないけど、もうほんと近日。撮ってるこの近日で。なるほどね。はい。そういうね、のが楽しみだなっていうのが、僕のゴールデンウィークですかね。本当に。アベマで見れますからね。ああ、はい。で、ほら、一応、プレミアムみたいなやつに入ってるんですよ。うん、はい、そうすると、ほら、遅れてるやつも全部見逃し配信見れるじゃないですか。はいはいはい。うん。だ今 TVer とかもそうですけど、ほとんどいつでも見れますもんね。TVer とパラビだっけ。うん。だからテレビとかもう録画とかする必要なくなっちゃう。そうですね。もう TVer は俺、コナン君しか使ってないな。昔はだって、ね、G コードとか。うん。ね、これ何人の人に伝わります今の人。いや、もう誰も知らないですよ。G コードって。下ネタですかみたいな感じですよ。いや。僕何もそんな18禁の話してない。G コード。何回も言うと G コード。すごいっすよ、G コード。もう卑猥にしか聞こえなくなってきましたね。卑猥じゃないよ。どこが、ジャイアンツの G でしょ？全然卑猥じゃないですよ。ジャイアンのね、G 戦って言っても全然あれでしょ？G 戦場の。もうダメですね。もう G 戦場のアリアとか、もうなんかちょっと、なんですか、もう油塗りたくったルトガーハウアーが寝そべってる感じしか俺はもうイメージないです。そんなんじゃないでしょ。なんで G ペンもダメ。G ペン。ああ、G ペンもよ、ちょっと言っちゃいけない感じがしてきましたね。本当ですか？中学生とか高校生の時に、ちょっと、そういう人間なら、必ず買ってしまう。G ペン。僕みたいな人必ず買ったG ペン。ひどいね、本当もう、昭和の男の子は、本当に。全然エッチなこと言ってない。ダメですか？ じゃあ、G ファイター。ああ、G ファイターはね、やっぱイメージがもっとそっちの方が強いから。あ、まあ、大丈夫じゃないですか。よかった。G ファイター大丈夫。まあ、けど、夜の2時ぐらいになると、っていうのがなってくるかもしれない、ね。G ファイターの意味が変わってくる。変わってくるますのでね。いや。だんだんと思考がこうやって幕がかかってくると、わーっつって絵柄がなんか、これなんかやばいな、G ファイターって。だってあれですよ、サザンオールスターズが、ね、新しいシングル出ますって言ってね、マンピーの G スポットですよ。はい。だからみんな踊り狂って、わーって。G スポット。すっごい若い女の子がみんなパッパッって、もう、あれ見たときに、本当に、こう、僕の頭の中で、世も末やなって世紀末に思いましたよ。まだまだ世紀末の入り口にも立ってないですよ、今にし思えば。いや、あれだってサザンオールスターズ、もうね、サザンオールスターズ何出しても売れるから、あの時の。うん。ね、6月さん何か作ってくださいよ、つって、ちょっとブチギレに作ったんちゃうかなって、勝手に僕は想像したわけですよ。はい。もう出ねえんだよって。でも出してくださいって言ったら。ああ、じゃあもうマンピーの G スポットって。いいですねって。いや。ダメでしょ、それ。もう売れてたら誰も文句は言わないんですよ。面白い、いい、ノリがいいですねって言って。だって、今やったら、今これ出したらどうなります？売れてたら大丈夫じゃないですか。本当？米津玄師の最新シングルが、マンピーの G スポット、怒りますってみんな。いや、コメ欄すごいことになるよ、YouTube の PVR って。パンパンじゃねえよって。そういうことを言う人は、やらしいんですって。多分、お叱り食らっておしまいです。違うって。俺が悪いのか。じゃやらしい歌じゃないですか、どう聞いても。まあ、今ね、そうね。いや、あの時全然おかしいですよ。僕人生航路っていう人昔いたじゃないですか。うん。人生航路師匠って、なんか歌のことをけなすんですよ。うん。何々っていう曲がありましてね、何々やねんっていうのが人生航路師匠だったんですけど、うん。僕も人生航路師匠の結構末期の方しか知らんわけですよ。はい。そうすると、なんかもう最近の曲で対抗しないと仕方ない。うん、そうですね。わかんないからね、古い曲言っても。ね、最近の、あれ、光源氏のって、もう、そのうちで人生コール師匠が言ってるだけで面白いんですよ。光源氏のこと言うっていう。光源氏の太陽がいっぱい、青が太陽は一つじゃって言うんですけど。うん、あ人生コール師匠、ね、そのままサザンの時代までいたら多分言ってくれると思いますよ。マンキーの G スポットって。青かって、下ネタかっつってちゃんと言ってくれると思いますよ。うん、言ってくれたと思う。多分。うん。ところが、あの時はもう時代がほら、誰も何も言わない。うん。ね。そう。まあまあ大丈夫なんですよ。タイマーズのね、ああいう、なんかああいうネタはブーブー潰されるけど、まあ大丈夫なんですよ。売れてれば。売れなくなったら潰されるんですよ。タイマーズなんて、タイマーズっていうか、RC サクセションなんてもう、あれですからね。夜の一スタジオ、二度と出なかったですからね。あれ、RC サクセションでもやらかしてんのによくタイマーズで呼びましたよね。いや、もう分かってるやんって。いや、だから、まあ、プロデューサーっていう、なんか、あれじゃないですか。プロデューサー側に確信犯がいたってことですよね、あれね。そうですね。でも、あの時はまたそういう人いたんじゃないですかね、テレビ業界。まだ睨まれても面白いからいいじゃん、みたいな。なんか話題になるからさ、みたいな。あの時、今の清志郎がね、なんか、歌い出す時にガム噛んでるんですよね。うん。もう嫌な予感するじゃないですか。で、カメラのとこにパーって入って、べちゃんみたいな。で大変お見苦しいみたいになるんで、いや、分かってたって。なんかやんの、もうやりたくそうな顔してましたもん、もうこういうのもなんですけど。いやー、ね、もう今はほら、今やキングオブロックだとかね。うん。なんか散々なこと言ってましたけどね。すごいもう、神格化しちゃったら、清志郎さん。うん、うん。全然そんな人じゃないじゃないですか。まあ、ゲラゲラ笑って見てましたけどね、あの時は。そう。だからタイマーズでも、なんかもういきなり、あれ偽善者っていう曲歌ってたのに、急に FM 東京って、あれ何この歌何汚ねえラジオって言って。いやー、しかもね、ここでも言えない、なんかね、そうちょっとあの言葉つけて、何々やろう、FM 東京って言ったんだ。まあ、要するに、ボボの話だったわけですよね。違う地方よ。いやー、まあ、あの時はああいう過激さがなんかちょっと、なんか、かっこいいっていうか、笑ってすげえなって思える時代でしたからね。今やったら褒めらんあれって終わりでしょ。まあ、本当に真面目にね、なんか女性のそういうこと、なんか大切な部分をなんてこと使ってんだみたいな言われるんじゃないですか。そういう面でも言われると思うんですよ。そういう意味で差別表現だって、そういうのがやろうって、そういうやつのことを下げるって、結局じゃあ女性のことをバカにして軽視してるんですかってなるでしょ。うん。うん。そしたらもう、タイマーズってもう、買うのやめましたとか出てきて、ツイッターとかでタイマーズの CD をバキって割ったような気が、こう、ね。ああ、再生回数24,000回とかなんだね。そう、バキって、そういう感じのやつになってですね。で、なんかもう、タイマーズの公式ツイッターとかもあれに荒れて、なんか、言うことがなくなったらすぐにブロックでしたとか言われて、なんかブロックされましたって、うわーって言って。みんなタイマーズ潰せ、タイマーズ潰せって言って、なるでしょ？まあね。まあもうタイマーズって、もうバンドの名前からしてもうやめた方がいいと思いますけどね。一曲名がすごいですからね。へへ、with a タイマーズ、タイマーを持ってるって言ってますね。いつでもどんな時もタイマーを持ってるって。で、2番でタイマーが切れてきたって。まあ、だからあくまでもタイマーなんですよね。そう、タイマー。だから、ね。すごいですよね。だから、いや、俺たちはタイマーのこと言ってないよ。タイマー普通ですからって。時間がね、いつもなんか測ってる。限られてるんですよ。そう。でも、いつでもどんな時もトリップしてーなーって言ってるんですよ。絶対その話してるんですけどね。絶対その話してるんですけど、今やったらもうあれですよ。レコード会社がま契約結ばないんですよ。そうですね。もう完全に自分で作って自分で売るしかないですね。うん。あれ。もう亡くなりはった遠藤道郎さんが言ってありましたけど、清志郎がね、ガムでパって唾吐いてね、その画面にやったせいでね、翌週ぐらいスターリンっていうバンドが出る予定やったんですけど、その遠藤道郎さんの、中止になりましたから、多分あいつらもやるって言って。俺たちもやってやるって言って。っていうか、なんでスターに用意してたんやって僕は思いますよ。いや、だから、絶対組んでた、隠し屋がいたんですよ。なんかいたんです。制作側に。いや。絶対やるやん。それなんでキャスティングに入れてたのって。で、あまりにも抗議が強いからね。うん、ちょっと、ね、うん、すいません、一郎さん。ちょっとこの予定はバラシになりましたって言って。ねえ、清志郎さんにもやられちゃって、バラさないと仕方なくなっちゃって、つって。清志郎もひどいよとかって言ってたんですけど。でも、やるつもりやったんでしょっていう。ねえ、もうちゃんとね、要求されてることもあるかって話は思ってると思いますからね。まあそういうところは本当プロレスっぽいですよね。まあ、プロってことですよね。プロレスっぽいって言われると最近、それに関して僕、プロレスラーだったら抗議受けましたから。ああ、本当に。俺たちは体張ってやってる。なんでお前らみたいな、その口だけのやつ言われなかったっていうことを、直接僕のところに言いに来た方がいらっしゃいますから。すいません。直接ですよ。もう。いや、あれはもうね、ある意味、パワーハラスメントですよ。殺されると思いましたからね。すいません。全然そんなつもり。そっか、イベントがね、出ることも北山さんもありましたもんね。うん。だから、もう全然その、プロレス的とかプロレスなんちゃらとかっていう言い方ってやっぱりダメなんですよ。うん。だから。好きな、本当にいわゆるプロレスリングが大好きな人たちからすると、それはもう違うんだと。そう。だから、うん、それは何、プロだってことです。うん。ね。そこでとどめよう。うん、何がプロレス的なんだよ。敵ってなんだよって言われるから。いや、すみません。僕もなんか、そこまで、頭の中で言葉巡らして使ったわけではなく、自覚症状ないの。一番ダメだよって。それはおっしゃる通りです。本当、申し訳ございません。なるでしょなるでしょ。いやー、すごいね。今の世の中やった。ねえ、本当に。昔はそれこそ、うっせぇバカ野郎って、粋じゃねえんだよ、おめえよって。なんでいちいち俺のとこ言いに行くんだよって。ばっかじゃねえのって。お前で処理しろよ。とかって昔だったら言えたわけ。いやー、ねえ、しかも別に俺たちのこのチャンネルとか、ノイジーズ、そんなに数十万人とか数百万人のフォロワーがいるわけじゃないですからね。そう。全然主導権も握ってない。通信来られるから。たまたま聞きましたよ。人から聞きましたよ。とかね。僕がそういうことをちょっとやりました。途端にもう、火を吹くよ。パスパスと。まあ、もうね、人間、まあ幸せなんですけどね。そういう自分、生き死に関係ないところで自分のことだと思って怒ってくる人がいられるっていうのは、極めて平和だと思うんですけど、まあ、そこら辺、そういうところで、まあ、今回に関しては本当に自分の考え方っていうのをなんか、北山さんで分かってほしくて、そういう激しい口調で言ったかとは思うんですけど。そうですね。まあ、なんかもっと、笑って、なんか他の楽しいことをやった方がいいと思いますけどね。うん。相手の違う、意見が違う人を、なんかまあ、俺ね、と思いますけどね。まあ人間ですね。うん。なんか酒飲むとだんだん自分のやってきた行いとかすごく反省しだったわけですよ。北山さんがね。うん。で、この間ね、家で飲んでてね、なんかまあ、不意にボロボロと涙が出てきてね。で、Kindle でも読もうかと思ってね、Kindle 立ち上げたらね、何は金融道がおすすめですって言ったんですけど、涙が止まらないんですよ。もう一回から。ダメだ。やめようよ、だからそういうのよ。ダメだ。人間はみんな、ダメだ。こんな。本当に金っていうのは人、どんどん金がなくなると、本当に貧相になっていくって。もうなんだ、こんなもんなのかって。俺もそうだった。うわってなった。もう、なんで俺は人のことを考えれないんだとか。そう、幸せにする資格なんかなかったんだ、俺は。うわって。もうね、いやもうそれが、そういうもんですよ、人間っていうのは。イテウォンクラスのね、最後心変わりするのも人間だから仕方ないんですよ、だから。いや、だからあれはだから、あれでも、あれを持ってもなお、みんな乗れたって書いてるから、やっぱり僕は通じなかったんですね。結構なコメント来ましたよね。回ってない。回数的にはあんま回ってないけど、みんなのコメントは結構いただいて、まあ、北山さんは最近そういうところは乗れなかったんじゃないですかねみたいな感じの。そう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 。うん、まあそれはね、まあ多分やっぱり作ってる側ももしかすると途中で、まあどのくらいのスパンで作ってるかわかんないですけど、うん、なんかあったんじゃないですか、安野さんのね、メイキングみたいに、このラストどうかなって。いやー、ちょっとこれじゃあ、ちょっと直線的にヒロインとくっつくんじゃ、あんま面白くないんじゃないですかとかいろいろ意見が来たんじゃないですか、作ってる途中で監督さんに。モニタリングをね、スタッフとかにして、最初のね、高校の時に、もうお前が好きだって結婚するために俺はっていうのは、あの子とくっつくっていうのが、これどう思いますかってぐるーって回したら、なんか、ノー、ノー、ノーってなんか。で、やっぱり、そう。みんな、その安野さんの時みたいに名前記入しなくて、それ投票してくれって言ったら、みんなね、最終でやる地下行動みたいなところのくだりは、いらねえって、匿名じゃなくてもわかるっていう、みんながダメって言うから。ダメか、線路は、とかなんかそういうことだったんじゃないですか。そう、線路やめるって。だから、多分、見てる側からすると、俺見てないんですけど、多分はい、お前のことなんて全然興味ないって言われてるのに、一生懸命頑張る女の子の方が、もう全然いい。そう、だから待つだけじゃなくて、自分でアクティブにやっていくっていうのが現代だ。そうそう。だから、俺今みたいに黒猫が妙にみんなうわーってなったように、なんか流れが来ちゃったんですよ。そういう流れですね。いや、もっと僕はなんか、あれじゃないですか、唯物論とか、もしくは最近自己責任論とか近い感じも感じてきた。要するに、やったやつしか報酬は得れない。待ってるだけじゃ家宝は来ない。ね。そういうことを学んでくださいって。昭和かって言われたわけです。平成かって言われたわけですよ。だから、それがね、僕にはちょっと、申し訳ない。すいません。なんか物語の流れはこうやと思ってましたけど、すいません。令和に僕まだ乗れてないですって。ね。で、多分どっかでイベント会場、土下座しろって僕が言われて、申し訳ありませんでした。ってやったら、北山さん、顔上げてください。ビジネスですよって言われて。もうね、怖くて見れなくなってきたよ、ほんと、いよいよ思います。もうあれですよ、末期がんで亡くなるっていうおじさんがですよ。ね。自分のこう、料理をね、チゲ豆腐を作ってくれ、つって。美味しいな、このチゲ豆腐は、って言って。これはお父さんから習ったんかってね。お父さんは元自分のチャンガグループのね、味を開発した男ですから。はい。これは親父から習いました。そっか。チャンガの味は、ここにも生きてたのか。よかったって言ってたのに、土下座ですから。うん、わかったけど土下座しろお前な。つって。俺が買い取っちゃうからお前な。買っちゃう買っちゃう。つって。で、土下座して、って泣いたら、泣かんでくださいよ。って。ね。もう名前変えますよ。チャンガはもうやめます。僕の名前に全部入れ替えますね。伝統の味も守りますけど、もう俺たちの味に変え。イテウォンですから。ね。これはビジネスですから。うん。顔上がんないですよ、あんな言われたら。もうね。うん、もうワンチャンもないしね。ない。だってもう医者も手放すぐらいです。どんな曲がつっても無理やって言われる。そういう世界です。それがもう、僕も涙止まんないですわ。まあ、だけどね、まあ、自己責任でこうやって、そうだよ、そうだよって言って、イケイケでやってますけど、まあ、私は本当に、もしかしたら俺が生きてる間に人類滅ぶと思ってるんで、うん。うん。真面目にね、ちょっとなんか、あれですけど、まあ、自分、うん、もう言ってみれば、すごい進歩的で、それが正しいような感じで、みんななんとなく信じてますけど、もうそれは、このね、なんか皆さんが歴史で学んできた、そういうことやってては、結局、なんかほとんどの人は足を切られるしかないっていうことが分かった上で、みんながこうやって歯が浮くような、そんな、なんか、夢物語をってことを実現しようとして、やってきた、その努力の積み重ねをみんな壊してるだけなので、うん、まあ、それが本当にいいと最後まで信じられる人が大多数である場合は、俺はもう滅ぶと思いますよ。うん。なんかね、本当にほら、なんか寂しくなっていくもんじゃないですか、年を取ってくると。そうですよ。どんどんと。うん、で、ね、仲間が病気になりました。仲間がね、奇跡に入りました。ね、この前そう。本当にそんな情報、が延々ね、来る世界にやっぱり、まあみんななっていきますからね。うん、そう。まあお金がない人は治療が受けられないっていうことは、まあ貯蓄してこなかったあんたは悪いよねって言えるのは、俺は、まあ、いろんな人がいるんであれですけど、まあ俺は人間ではないっていう、それが心底そう思うんだったらね、心の底から思ってる 100% 思える人がいたら、俺は人ではないと思う。ただの生き物ですね。うん。ほんとね、スクールウォーズのね、山下真司の真司待ち、許すことっていうのがね、僕ならにもちょっと染みてきます。もうそういうふうに、すいません。なんか今、なんで見せてきたかわかんないですけど。前ね、本当にずっと昔に北山さんが言ってくれた、やっぱタオの話。だからタオの話に、やっぱりそれを踏まえた上で、なんか自分自身と、ただの生き物である人間とどうこれから向き合っていくかって、そこですよね。やっぱね、諦めないんだけど、これは変えられないんで、人間が浅ましい生き物だってことに関しては、どんな人であっても。本当そう思う。本当ね、タオイズムっていうのはね、難しいですよ。もうそういうふうにみんなも、何千年前の人も、そうやって思って、いろいろ考えてはみたんだけど、でもそれも完成形じゃないっていうところ、ね。そう。前の雑談会で、39の意味の由来みたいなやつ、僕忘れたから、いい話でしたって適当に濁しましたけど、あれなんで39かって言ったら完璧じゃないからなんですって。ああ、なるほどね。要は線じゃないから、たどり着いてないわけです。たどり着かないのが999。必ずその人間にはたどり着けない部分っていうのがあるんですよっていうことを、999の文字の中に入れましたと。なるほど。松本英樹が言ってたんですよね。はい、非常にいい話だなと。ね。なんか西崎さんとの訴訟に巻き込まれる前の松本先生は、本当に頭が冴えたってことですよね。仕方ないですよ。お金なくて、だって、新大和やらないと入ってこないから。いや、もうあんなね、訴訟なんて、しかもなんか、やだ、本当に。ね。自分もなんか訴訟とか起こされるように生きてたのとやばいですね。もう今は本当、いや、こういうのですらなんか、個人の名誉毀損だとかなんとかっていう時代に入るんじゃないですか。いや、まあ、こまよくとそうなるでしょうね、本当に。そこをね、取り下げればいいですけど、これでサザンオールスターズがね、こう、僕に抗議してくる可能性もあるわけでしょ。そんな意味で、マンピーの G スポットって言ってないっつって。それはマンピーのことじゃないっつって。まあ、言われるかもしれない。まあ、あとファンの人からね、またなんか直接言いにくい人もいるかもしれない。サザンオールスターズはそんな意図は全くないのに、卑猥なところに使って、何がですかってね、言われる可能性、ね。これ、なんか、100円ぐらいにして有料版にした方がいいかもしれない。なんかね。そんなことないでしょ。いいじゃないですか。これで、すいません、この会話自体に、おってね、登録してない人で思った方がいらっしゃったら、登録してください。いるのかな、毎度、本当に日夜頑張ってますんで。そう。ぜひなんかチャンネル登録を。こんなダ話をね、がもう千何百回ガーッと続いてますから、もう昔の、ね。このままで、危なすぎても聞けないですから。昔のやつもね、順次消してきますんで、これから。もう消した方がいい。もう、ちょっと古いやつ聞いたらもうやばい。ね。社会人 A ですってね。やばい。毎回、北の日って社会人 A 君がこう。そうすると北山さんがいつも来てますって、普通ね、コメントが来たのを、すごいな、この切り返しと思った。大丈夫。もう、A 君は、こうやって名前呼ばれる、この時を待ってましたから。そうですね。いや、すごい男ですよ。すごい男ですよ。もう、何年がかりになりますから。いや。まあ、このピッチでね、今のピッチがもし維持できてるとしたら、もう2000回なんてもう、お茶の子さいさいですからね。まあ、何しろ初期よりすごいですからね。週、その時、3回ぐらい ?3 とかでしょ。それを軽く超える。ね、週に5つとか上げてる。いや、おかしくなった。4ですよ、4。4か。週4です。と思われてますよ、これ。完全に。もう聞く方が追いつかない可能性がありますからね。いや、僕が追いついてないですから。ようやくあれですよ、聞けましたよ。新男たちの番組。バン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 って。いやー、かっこいいでしょ。いや、でも面白かったのは、大ちゃんが疲弊してましたよ。大ちゃんが疲弊してた。びっくりした。あれと思って。うん、いや、疲れますよ、本当に。あれですね。大ちゃんってほら、言ってみたら、こう、あれですよ。うので言う、泥打つみたいな、こう、起爆剤の方なんですよね。フラーンって強いぞみたいな感じの方なんですけど、泥打つ使いすぎちゃって、なんか、大ちゃんが、ふーっていう感じになってた。すごい、カード引きすぎたらこうなるんやと思って。面白いけど。北山さんと俺が、やっぱりね、取りすぎて、そこらの感覚がおかしくなってるんですよ。あ、そうなんですか。そう。あんまり乗ってなくても、なははって笑って、やり過ごす方法を知ってるから、俺たちは。なんとなくね。なんとなくやれてますからね。そう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 。うん。確かにね。なんとなくって今日だってノーテーマで始めて、なんとなく着地しますからね、こう。それが、なんとなくのしか、登録者が増えない理由なんですけどね。そうですね。ピューってやってないからね。でもなんとなくですけど、僕の中にある、こう、ソウルの部分には触れてるんですよ。小杉さんもそうですけどね。地球が滅びるとかね。僕がこう、なんか、酒飲んでよくわかんないけど涙出てくるとかね。もうね、まあ頑張りますよ。もうね、もう大ちゃんと北山さんの玉座を俺たちは用意するところに頑張らなきゃいけないなって思ってる。あれですよね。なんか、金貯まったら、なんかこれ買いたいみたいなやつとかって、昔よく言ってましたけど、ね、今なんかあります？そういうやつ。健康かな。現実的すぎた。そこで玉座とか言ってほしかったのに。もう今体の、うわ、疲れやすいとか、目がちょっとなんか疲れてくると、なんかチカチカすると、全部直したいよね。本当に。健康。健康ですね。ということはあれですね、機械の体っていうのはね、すごいですよね。まあね、そう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 。いや、夢の、まあけど、まあ、あの世界来るんじゃないですか、そこまで持てば、人類が。ああ。だから、広角機動隊みたいになってくるわけでしょ。うん。だんだん。できんじゃないですかね。まあ、どういうやり方で精神を移すのかっていうのは、またちょっと、ありますけど。今、ほら、その、アプリ使えば、顔変わるじゃないですか。そうですね。簡単に。うん、で、ズームでもアプリ入れると僕の顔もっとかっこよくなるんですよ。ああ、なるほどね。はいはい、はい、うん。ズームにさらにカメラアプリみたいなつけて、そうすると動いてる僕でもずっとかっこいいわけでしょ？うん。うん。で、やってったらもうレディープレイヤー1の世界ですよね。そうですね。完全にね。その中で恋しちゃって、その、喋ってるイケメンっぽいカメラの向こうの僕がいいみたいな感じになってくるから。うん。うん、そしたら、実際に会おうとかなくて、もうここで付き合うだけっていうのが全然できるわけですよね。まあ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 、まあ、そういう世界です。その方がいいかもしれません、人間は。本当ですか。その、ほら、ジャングルの王者、ターちゃんが書いてた、なんか別の漫画であったじゃん。あ、京四郎？そう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 。京四郎とかは、離れたところで、そう、リモートでこう、性行為みたいなやるみたいなのがありましたけど、もうああいう世界になってくるでしょ、おそらく。まあね。ズームで会わずにね、こういう感じでってなって付き合う。まあ、そういう意味でも、できるだけ争わずっていう世界を、やっぱり実現しても、やっぱり俺は人類はいずれ滅ぶと思うんですよね。その、闘争本能によって滅ぶか、それを否定して、まあ、ヒューマニティを究極まで追求すると、やっぱり、北山さんが言った通りに、生殖を伴わない男女関係だったりとか、あと、家族であっても、これは、何しっけ、山本監督のフラクタルみたいな、ああいう家族になると思うんですよね。もう遠くにいるんだけど、いつもこうやってポンっつってもうホログラムかなんかわかんないけど、あ、どうしたのって言って、自分の都合のいい時だけお互いこうやって親子っていうことは、関係は結べるけれども、そこに実態はないみたいな。ああいう世界は本当に俺は人間の心地よさを追求したら、フラクタルこの前久しぶり見て、まあ、なんか絵空ごとってことだけど、人間のこの浅ましさっていうことを理解すればなんか、そうなんだよなと思えば思うほど、まあリスクもあるけど、これが一番人間にとってお互い害を持たないいい関係なのかなってちょっと思わないでもないですよ、本当だから。いろんな SF とかね。ちょっと時間できたから小杉さん撮りましょうみたいな関係がよくって、小杉さんがね、常に僕の家とかにね、一緒に住んでて、ほら小杉さん起きて、すぐやりましょうって言ったら、だんだん大ちゃんみたいにこう、いや、もう、それ昔やってますから、なんか、北山さん、撮りましょうああ、って二人ともこうやって布団に寝転がったまま、どうですか、小杉さんってなんか、すでにやってますからね、なんか。ああ、小杉さんがブッダみたいになってましたからね、横でこうやって。もう疲れて、本当に。ね、目もフラフラしながらね、やってましたからね。本当ね、あの頃出したね、僕のデザイン、今見たら本当泣きたくなるぐらいひどいですよ。もう自分ではね、あの頃が良かったっていう人結構いらっしゃるんですけどね。申し訳ないけど、うん、よくこんなの作っちゃったな。いやー、やっぱね、狂ってるんですよ、やっぱり。頭が。疲れ切っちゃって。そうですね、おかしいですよね。うん、だから面白いんじゃないですか、もうテクニックを超えたものが。普通の冷静な僕が見るとやっぱ嫌な部分ってありますよね。うん、だから常にトレインスポッティングみたいな状態でものやってるのってやっぱり良くないじゃないですか。もうトイレ見るとザバーって。そう、あいつでしょ。2になったけどあんまり変わってなかった。ポンポンポンって。いや、年取った分だけ怖かったですよ、あれ。うん、まだやってたんや、あいつらって。もうなんかもうみんな情けない感じになってましたからね。ジャッカスファイナルぐらい悲しいですよ。もう若手のやつがどんどんディーボを任していくっていうね。無敵だったはずのディーボがもう負けるんです。どんどんパンパンってやられて。で、ディーボが、ダメだったよ、負ける、俺勝てないよって言って、それでこう、ギュッてしてあげるっていう。お前がジャッカスだったんだよって言って。で、俺たちも目指すべきはそこですから。嘘、もう若手の論客にどんどん負けていく。いや、もうすでに負けてますから、高速でとも追い越してきます。僕らあれですか、人生功労師匠に慣れてないんですか。なんでやねんって言って、できないんですか。いや、だけど、そこのところに、そこが俺たちの目指すべきところですよ。うん。なんかあれですよ。もう人生功労師匠多分今いらっしゃったら、異世界とかを、まず、それ何の世界やねんっていうのが始まると思うんですよ。起きたらスライムって何やって言って、うん。いやー、もうそっからそっから。ね、野望つっても、登録者1000ですから、俺たちの野望って。まあね。まあこれもね、なかなか大変な。僕もね、だいぶ後から始めはった、昔の知り合いの塩見さんっていう人が、うん、なんか自分の、まあ、セミリタイアして旅ばっかりやってるんですけど、うん、塩見の旅チャンネルっていうのやってて、うん、もう990人になってましたからね。そういうことなんですよ、だから。本当にどういうことなんですか、すみません。話を遮ってまで僕、それの話しちゃったけど。もう完全に俺たちから、後からスタートしたから、もう、俺たちのもう目では捉えられないぐらいのスピードで追い越してますから、なんか。あ、だから、平成でいられるんですよ。目に入って、なんか認識できないから。あ、そっかそっか。あれですか、そのドラゴンボールのすごいバス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 みたいになってるやつが、なんか動きの見えるやつと見えないやついるじゃないですか。クリリンさんまでは見えるんやけど、もう僕、ヤムチャレベルでは見えませんみたいな。そう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 。そういうやつ。そうですね。だからもう悔しくないみたいな。そう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 。なんかもう、ゆっかりね、なんかもう、なんかすごいクラゲみたいな感じで、ファ、ファ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 ってなんか落ちない程度に行く、そういうとこですよ、だから。浮遊してる、こういう感じ。ファファファ、ふわーって下に落ちるんですけど、ね、クラゲって、ね、悲しい生き物ですね。あれ、日本海にいるクラゲが痛いんですよ。そんなに違うんですか、クラゲ。痛い。あれ何クラゲか知らないですけど。福井あたりに8月の下旬とか行ったら、もう地獄ですよ。ああ。昔、子供の時、もう、足がもう2倍ぐらいに腫れ上がりましたもん。それ、連れてく親の問題じゃないですか、だってそれ。いや、でも、毎回8月の下旬に行かされるんですよ。もう嫌だって。入りたくないって。まあ、せいぜい波打ち側で足首ぐらいまでですね、そしたらね、やって。足首にも来ますからね。あ、ってことはもう、じゃあ完全に海入っちゃいけないってことね。そう。フローネみたいな遊び方しようと思って、パシャって、裸足でこうちょっとね、パシャってやろうとしたら手、ギャーってやる。ダメなのかっていう、こんなにダメなのかっていう。それね、絶対連れて行く親が悪いですよね。というか、入っちゃダメだって言わなきゃダメですよね、それは。でも、結構暑いから、あったかいから、まあ、泳ぎたい感じではあるんですよ。それはね、感覚的にはね。いやうん、こっちもスイミングとかやってたから、生地泳ぎたかったりもするわけです。なるほどね。はいはい。うん、ってことは、俺たちも、ああ、じゃあクラゲはダメだな。トゲがないクラゲにならなきゃダメってことですね。ただクラゲになってるだけなんですよ。まあ、そうですね。はい。まあ、そんな感じで。はい。これまた前後編分けますか？いや、もういいんじゃないですか。めんどくさくなってきたな。もうめんどくさくなってきた。編集するのが。そっか。じゃあもう前回のもう1回でいいんじゃないですか。いいんじゃない？そんな感じ。まあ、やばくなった時は、あれですよ。また頑張って撮りましょう。はい、そうですね。まあ、やばくなってもらう。僕らには大ちゃんがいるから。大丈夫ですよ。いや、もう大ちゃんもね、もうこの前連チャンで投入したらね、いいっすよって言いながらね、完全にもう嫌がってましたから。いいっすよって1時間ぐらい喋ってくれましたけど、いや疲れてましたね。カプセル怪獣ですからね、すごい。うん、なんかいましたよね、こうやって角が上に立ってるの。あ、ミクラスね。はい、ですね。あんな感じです。あれ、すごい役に立つんですけどね。だけどなんかあんまりでも俺からこうやって投げすぎちゃって、さっき言って。そうそう、いっぱい出てくるときもね、もうやる気がなくなってくるんだ。ああ。あれ、バビル2世のポセイドンの使いすぎみたいな感じですよ。だんだんと下手。あれ、俺、海じゃないのにまだ出てきたよっていう。ロプロスにしてくれよっていう顔してる時ありますからね、あれ。シャパーって。ちょっとね、申し訳ないんだけど、もうね、それしかないんです。だけど俺も、さすがに、もうなんか、最近ずーっと仕事も、なんかそこそこ忙しくて、頑張ってじゃないですか。もうね、さすがに昨日はお風呂入った後、12時間ぐらい寝ちゃいましたので、ね。すかー。お疲れ様。というかもう今、小杉さんがいなかったら、もうノイジーズなくなりますからね。本当にね、ちょっと体は気をつけていただきたい、ね。本当にね。はい。僕、取れない状態ですから。いや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 。はい、またね、しばらくしたらぜひ。はい。ちょっと、はい、取りたいと思います。ということで、はい、どうも、マキさん。ありがとうございました。ありがとうございました。